劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックス、大空大地役の高橋健介です。皆さん、世の中はこういう状況だったんですけれども、無事に公開できることを本当に嬉しく思いますし、皆さんが耐えてくれたからこそ、公開できると思います。皆さんが待っててくれた分、最高のものが出来上がっていると思うので、ぜひ楽しみに待っていてください。僕個人としてはですね、皆さんもご存知のあの博士に会うことができたのかできてないのか、見た目的には合っている、そんな感じが見どころであるんですけれども、僕はまだ試写を見ていないので、皆さんと同じタイミングで劇場で見ることになると思うので、皆さんと一緒に楽しめたらなと思います。久しぶりに撮影に参加させてもらって、僕が撮影したのは去年ぐらいなんですけれども、久しぶりに行ったらやっぱりすごい顔なじみの懐かしいスタッフさんたちがものすごいいてくれたんですけど、やっぱね、X ももう 4,5 年経ってるんで、スタッフたちも 4,5 年年を取ってるわけですよ。いやー、結構みんなおじいちゃんになってたね。けれども、そういうおじいちゃんたち、もちろん若い人もいますけれども、そのね、高齢の方々が愛を込めて作っているところもあるので、ぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。若手も頑張っております。というわけで、劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックス公開まであと11日、劇場でユナイトしましょう。バイバイ。みんな待たせたな。俺たちの映画がいよいよ公開だ。グリムドア、タイガのいる地球に現れる。トリキが、ひろゆきの前に現れた巨大な結界。行くぞタイガ。そして現れる伝説のウルトラマン。父さん。しかし、タイガのお父さんに何が起こったんだ。待っていたよ我が友よ。やはり黒幕は貴様か。地球を滅ぼすつもりが。まさか血の広い木を狙ってるの。最後に負けるのはお前だトレギア。太郎は息子を守るために自ら犠牲になったんだろう。しっかり捕まってな。行かなきゃ。よし、タイガ、お父さんを助けに行くよ。ドラマティックな行こうぜ。俺色に染め上げろ。行くぞタイガ。行くぞ。この宇宙我が物とする。トレギアは俺たちが倒す。父さん、邪悪な力に負けないでください。僕たちは希望を、光を信じたいんだ。私自身を解放する。さあ来いグリムド。俺たちは一歩も引かない。ベータスバックブレスト。果たしてタイガは、そして地球の運命は。行くぜみんな。今こそニュージェネレーションレッドを使う時だ。劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックス、8月7日公開。